しがれするな今日。大量大量刺身用に締めてきてる。ナイスだね。臭い臭いよね。臭いよね。臭いよね。臭いのはまず背中について石、そして粘液ですね。ということで今日は釣りたての石狩。はい、じゃあ今日土井さんに釣っていただいた石狩です。ちゃんと血抜き処理はしてあります。まずは5枚おろしにします。でこれね、臭い石今から取るんですけど、この部分です。これこれこれ、わかりますかね。これを刃物で取る、取るまでいいんですけど、取った後のこの刃物に石の匂いが移るんですよ。してそれをそのまま放っといて刃物を入れると、この匂いが拡散していきます。それが臭い理由です。なのでちょっとずつ流しながらやるといいと思います。これが石です。これから刃物に匂いが移る、洗いながら流しながら、これ心がけるとほぼ臭くないです。真ん中入れました。骨のところまで。で次このヒレ沿い両側やります。ヒレとあの身の間、ここにちょっと切れ目入れます。はい、したら今度反対側も。はい、そしたら次この開いていきます。骨沿いに、骨の上をこそぎ取るような感じでね、身を、骨の上の身を。そしてさっきヒレ沿いに入れた理由が、この切れ目がついてるとポロッと取れてくるんですね。そして次反対側、さっきと同じように骨沿いに骨沿いにって少しずつ入れていきます。刃物を寝せてね。これ石狩の卵です。卵巣。してこの切れ目入ったとこ、これに沿ってこう切っていくと簡単にこれ剥がれてくるんですよ。これ綺麗にね、縁側の部分です。はい、これが2つ目ね。できればこのまな板なんかもちょこちょここう水で流して洗ってあげてください。ここにもあの臭い原因の粘液がついてます。はい、したら今度はさっきの一筋、これの皮を引いていきます。この尾っぽの方、こっち頭の方、こっち尾っぽの方で、ここにちょっとね、あの刃物ちょっと入れて自分の指でこう皮を押さえて、ほんでゆっくりこう歯を斜めに向けてこう剥いていくんですね。あんまり力はいりません。これで押さえる、こっちでこう引くみたいな感じです。あの皮を引く、こうね、こっちでギコギコじゃなくてこっちで干すと簡単に取れてきます、皮は。はい、取れてますね。今のところこれで5枚のおろしのうちの2枚が終了しました。これからオーソドックスな刺身となめろうを作ります。でまずこの必ず水気は取ってください。さっき散々真水で洗いながらやったんで、水気は必ず取るようにしてください。でまずは刺身いきますか。これ縁側、これはこれでまた別に食べますんでね、刺身でね。長いあの刺身包丁で薄く広く引いていきます。なるべく捌いてるとね、ヒラメなんかよりかずっと身が綺麗だし、しっかりしてるんですよね。これね、シャキッとしてて、だからあの身が固めなんで薄く切った方が美味しいと思います。
これで一応、5枚おろしの 分の1つの身のお刺身です、はい、次になめろうを作りたいと思います。石がれになめろうってあんまイメージないと思いますけど、石がれで作るとこれがまたうまいんですよ。美味しいんです。まずは細かくしていきます。こんな風にもうざく切りでいいです。大豆くらいの大きさでも全然いいし、もうちょっと細くてもいいし、ただペースト状にするのはあんまりおすすめしません。若干身の歯ごたえっていうんですか、あれがあった方が美味しいです。今適当にこう切りました。そしたらネギ、大体こんなもんかな、そして大葉、これはアクセントなんで細いければ細い方いいですね、この大葉はね。そしてこれらと一緒に叩くようにします、これからね。で味付けは味噌と日本酒だけです。皆さん分かりやすいセブンイレブンのこの味噌、普通に売ってる味噌、意外とこれで作ると一番美味しいような気がします。でこれは少しずつ足してって、味見してしょっぱみが足りない、味噌みが足りないと思ったら少しずつ足すようにしていきます。で味噌をこう柔らかくするためにちょっと日本酒、ちょっとだけ日本酒、はい、もうちょいかな、はい、はい、したらこれを和えながら叩くっていうより混ぜるって感じですね。そしてちょっと混ざってきたなと思ったらここで初めて細かくする。で身からぬめり系出してこうまとめるようにします。ここら辺でちょっとだけ味見をしてみて、もういいなと思ったらこれで完成で構いません。でこれがネギ味噌のなめろうになります。ほんで今からもう一つ変わり種のごま油で作ったなめろうをもう一つ作ります。でさっきと同じように細く引いていきます。少しずつね、はい、したらこれにちょっとごま油を垂らします。大体でいいです。これはそしてこれに味付けの塩、これも最初は少なめでいいです。はい、してまた似たようにネギ、はい、これでまた叩きます。ごま油のいい香りしますね。また和えて、塩味足りるかどうかここでちょっとずつ味見、はなはだ簡単ではありますが、これがごま油のなめろうです。はい、
もう一ついいですか。もう一つ、はい、次さっきのあの食べた味噌なめろ、うん、これあえてここあのへこませてますよね、はい、ここにとあるものが入って完成になるんです。卵の黄身、はい、一応用意しておきます。卵黄です。卵黄だけ。これをこのへこんでたところにこうまず乗せます。で本来これで完成なんですよ。これこの味噌のなめろ、石ガレーのユッケ、あ、うん、まあまあそういなくなりますね。石ガレーのねユッケ食べますよ。はい、行きましょう。一気に。こだらね。よし、OK。OK です。ありがとうございました。OK ですか。うまっ。これ一番うめえやっぱ。だよね。聞こえねえんだけど。